半馬陽先生です。時間はこの時間ですね。このようにね、インジケーターの分析ですね、まあ、勝率 50% の分析中ですね。 20% この枠はね、投資の FX の投資のね、打つ出どころですね。この最後に打つと、ね、この落ちて落ち、目印が出て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 ね、この最後に打つということですね。この間空いたところは危険状態ですね。一応上行ってるんで勝ってはいるんでしょうけども、また落っこって上がって上にぶつかってないから、ここですね。あ、ここで勝ってるわけで、ここだったらね、ここからこっち勝ってるわけですね。これは繋がってるんで、こっからここまでで勝ってるわけですね。全部見てみましょうか。目安のここを打って上がって上がって、でここで勝ってるわけですね。これもここで打ってここで勝ってる。これ離れてるから、ここで打って、ここで勝ったわけですね。ここで。ここか、ここで勝ったんです。で、ここでも下は、ね。この時は負けたんですね、ここでね。いや、ここで出て、ここ出て、ここも出たんです。これなんだ。あ、これ上だから下だからね。こことここら辺で、これ下に行くよということで、出てない。ここなんで、これは負けたですね。こっから勝ち、勝ち。こっから勝ち。で、これも勝ち。これは勝ちね。これも勝ちね。こっからここで勝ち。これも勝ちですね。ということですね。大体ポイントはいいですね。万が一全部外してこの頭で打ったとしても勝ち。ね。ここで打ったとしても勝ち。ね。ここで上で打ってここで打ったとしても勝ち、勝ちですね。との勝ち。ここはね、もう大体ここら辺ぶつかってるんじゃないかな。勝ってるかもしれない。ここでやめとくかですね。大体打つ目安ですね、これね。こうし出てないのに打っちゃったのはちょっと遊び。ミス。ミスが遊び。たまに出るんですね。ちょっと打ってみたくなるんですね。これいっぱい1万5000のみんなのこと。ちょっと時間がないんで、質問ちょっと1回だけにさせてね。で、そういうことで、まあ今分析してたら出てこないね。もう一回ちょっと停止して、あれ10分したのね、出てくるかな。一回下出たからって見てんだけど、また上がっちゃったからまた下がんないかなって。こんなに下がったらすごく儲かっちゃうな。
それだけで100万ぐらい投資してますからね。